フェンダーハマトーンオーバードライブなんですけど、今回いろんなオーバードライブ見て、いろんなオーバードライブが欲しくなったんだけど、欲しくなったものの一つに、ブルースドライバーっていう、ボスのブルースドライバー、BD-1 かな、ブルースドライバーっていうのが欲しくなったんだけど、まあ、フェンダーハマトーンオーバードライブとは、かなり、対極にあるような、ジャリッとした、ジャリジャリッとしたっていうか、ガリッとしたような音だったんだけど、それ、フェンダーハマトーンは、ドライブが、オーバードライブが、ドライブが、サスティーンがね、サスティーン、持続音、音の持続が長い。で、ブルースドライバーはもうちょっとアタックとか、ピッキングの強さが強調されて、もうちょっとガリッとしたアタック稼いだ感じだったんで、コンプレッサーをつないでみたんですね。で、ちょっと近づ、ここ近づいてみてください。コンプレッサーが、コンプレッサーつないでみたんですけど、レベルは12時。で、トーンはかなりこれ、ハマトーンオーバードライブが、丸い音なんで、トーンをちょっとエッジ高くするために、トーンを、右にいっぱいに回します。で、アタックだいぶ稼いで3時頃にして、で、サスティンを、ここでサスティン、持続音をここでカットして、持続させないようにしてる、ドライブを。そういう設定にしました。で、ブルースドライバーっていうぐらいだから、ブルースに合うのかなと思ったら、実はホーロックによく使われるらしくて、ホーロックってなんだろうっていうのは、実はこの前の入院の時に、まあ、若い女の人に、私聞くのはホーロックみたいなの聞くよとか言って、おじさんとか言って聞いたんで、ホーロックってよく分かんなかったんだよね。どんなんだろうと思って、で、まあ、聞いてみたら、ああ、こういうのがホーロックなんだっていうの。で、いろいろ検索してみて、ホーロックのいろいろ代表的なのを聞いてみたんだけど、まあ、ロックバンドの形態を取ってんだけど、キャッチーなメロディーで、キャッチーで複雑なコード進行が多いのかなっていうイメージが個人的にはありました。で、まあ、それにブルースドライバーが合うんだなっていうんで、今日はこのブルースドライバーもどきの設定で、ドライブのサスティンを切った、持続を切った、オーバードライブの持続を切った、設定で、ホーロックっぽいことを昔やってたんじゃないかと思って、昔作った曲で、ホーロック、まあ、ホーロック、おじさん、それはホーロックじゃないよとか、いや、おじさん、それはホーロックかもよとか、いろんな意見があるだろうけど、20年ぐらい前に、キャッチーで、複雑なコード進行の曲、ロックバンドにしてはね、そういう曲を作ってたんで、まあ、それをちょっとデモ演奏してみようと思います。まあ、ここら辺の曲っていうのは、
フォークギターで弾いてたんだな、バンド。バンドでっていうか、ボンと正月だけ集まってセッションするバンドで、フォークギターでビートルズっぽいことをやろうって、フォークギターとコンガとボンゴと、ベースで、ビートルズっぽいことしようっていうんで作った曲なんだけど、エレキギターで弾くと意外とフォーロックになるのかなと思ってやりました。でまあこのデモ演奏、演奏だけ聞きたいって人は演奏だけつなげた YouTube、動画もまた別個にあげますんで、そういう感じで、まあそっちの方で演奏だけつなげたのを見てください。
まあここら辺の曲っていうのはフォークギターで弾いてたんだな、バンド、バンドでっていうか、ボンと正月だけ集まってセッションするバンドで、フォークギターでビートルズっぽいことをやろうって、フォークギターとコンガとボンゴと、ベースで、ビートルズっぽいことしようっていうんで作った曲なんだけど、エレキギターで弾くと意外とフォーロックになるのかなと思ってやりました。でまあこのデモ演奏、演奏だけ聞きたいって人は演奏だけつなげた YouTube、動画もまた別個にあげますんで、そういう感じで、まあそっちの方で演奏だけつなげたのを見てください。